終わり。はい、じゃあリンゴとパイナップルを使って盛り込んでいきます。リンゴが100円、パイナップルが300円、400円です。はい、じゃあこれを飾りで使っていきます。パイナップルですね、尻尾を落としてもらって、この頭をちょっとこの状態にします。で、ここ芯があるんで、真ん中に、芯から真ん中に切ってもらって、で、まあ、この大きさだったらそうですね、3等分はい、3等分に切りました。ここに芯があるんで、芯をこう取っていきます。芯まっすぐ取ったらですね、こっちだけ硬いのが残るんで、ちょっとこう落としてください。そしたら今度皮目ですね、ここから包丁入れてもらって、はい、こんな感じです。そしたら皮を取っていきます。はい、この状態を全部作っていきます。はい、じゃあリンゴですね、リンゴも切っていきます。リンゴもそのままもう丸々、半分使います。はい、リンゴを切ったら、今度この皮、むいた皮ですね、これちょっと飾りで使っていきます。はい、全部皮並べてもらったら、この端っこをきれいに落としてください。したらこういう風になるんで、これを、斜めに切っていきます。一応半分だけ使います。じゃあ食べやすいようにこの4等分くらいの大きさでいきます。はい、パイナップルとリンゴだけです。さっき切ったやつをですね、まあ、お好みで飾ってください。例えばこんな感じで全部こう斜めにこう
はい、こんな感じでどうでしょうか。もう本当ただ並べただけなんですけど、ちょっとあの均一性をつけてやれば結構綺麗に盛れるんで、これやったら簡単なんでやられてみてください。でこの飾りの置き場所とかはもう自分でお好みで見てもらって大丈夫と思います。はい、ありがとうございます。チャンネル登録待って待って嫌だこんなのね3219チャンネル登録もしてね。